こんにちは、クリッカーなつみです。1967年に豊田佐吉の生誕100周年を記念して誕生したトヨタセンチュリー。初代は30年、2代目は20年というロングライフモデルで、新型は2018年6月22日に発売されています。仙台レクサス LS600HL のプラットフォームをベースに仕立てられた新型センチュリー。全長 5335×全幅 1930×全高 1505mm、 ホイールベース 3090mm というサイズは、仙台レクサス LS600HL の全長 5150×全幅 1875×全高 1480mm、ホイールベース3090mm と比較すると、全長全幅ともに一回り以上大きくなっているものの、ホイールベースは同値。新型センチュリーはドライバーがストレスなく操作できる操作系が配されたインパネに囲まれ、スムーズに運転操作ができることで、後席に座るピップに無用なストレスを与えないような配慮がされているそうです。先代の V12 気筒エンジンは 5.0 リットルの280馬力 460Nm というスペックで、 6AT と組み合わされていました。新型は 5.0 リットルの V8 エンジンにモーターの組み合わせ、エンジンは381馬力 510Nm、 モーターは 165kW 300Nm ということで、システム全体では431馬力というハイパワーを得ています。足元はサイドシルト、フロアとの間に段差がなく、ふかっとした座り心地に驚きながら、十分な足元スペースが確保された後席に収まります。今やアルファード、ベルファイアほどの広大な空間ではありませんが、非常に心地よい空間という印象。今回は運転する機会はありませんでしたので、いつもセンチュリーに乗っているドライバーさんに伺うと、乗り心地は先代の方がソフト、動力性能は新型の方がかなり上だそうです。それでも極上の乗り味なのには間違いなく、新型センチュリーが履くブリヂストンレグの GR001 には、路面からの入力を低減する専用のピンサイプ技術を採用。写真でも分かるように小さな穴が開けられています。ほとんど後席には音や振動が伝わってこないものの、モーターとエンジンの両方が仕事をする領域だと、かなり力強い加速感を後席でも察することができました。